じゃあこんにちは。やりましたね。はい、ということで、じゃん、はい、連勝です。はい、2連勝よかったです、ね、これで予選は1位通過が決定しましたね。はいはい、はい、ね、まあちょっと心配したけども、はい、うん、だけど、まあね、今日はね、そうですね、まあ、解消というか、まあ反省点もありながらなんだけども、はい、まあゲームをね、まあ振り返ってみたいと思います。はい、はい、では、うん、まずそのスコアボードになってますが、まあスタメンから言うとさ、はい、1戦目と2戦目変えなかったんだよね、うんうんうん、で変えてくるかなっていうようなこともあったんだけども、はい、やっぱこう1試合目勝ってるから、まあそういうことで流れをね大事にしたよね、うん、まあそれと国際試合でなんていうの、変える勇気っていうのも必要だけども、はい、変えない勇気っていうのも必要。これはなぜかというとやっぱ我慢も必要だしさ、うんうん、当たってないバッターもいながらね、はい、うん、だからまあ同じようなスタートピッチャーだけ変えたというね、はい、はい、ピッチャーは森下で初回追っていくけども、はい、まあ日本のね初回ってね結構ファーストストライクをポン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 振り出したんだよね、はい、だからそういう意味ではやっぱこう配球に行くというよりも振りにかかってたから、うん、あ今日は全然ドミニカ戦とは違うなっていうような、うん、まあ印象を受けた立ち上がりだったんだよね、はい、でメキシコ1点先制されました、はい、そうでしたね、まあ、びっくりしたよ、びっくりしましたね、うん、で森下がやっぱ立ち上がり硬い、戦ったのと甲斐がパスボール、はい、記録はワイルドピッチになってるけど、はい、あれ完全に甲斐のパスボールだよね、うん、それで進塁されてランナーセカンドにでタイムリーを打たれるという、はい、ね、メネセス、はい、ね、に打たれるという。ただこの時にセカンドの時に森下と菊池が牽制球するんだよね、はい、ものすごい際どいタイミングの、そうでしたね、まあアウトにはならなかったけども、なんかやっぱり森下と菊池って広島でやってるだけにさ、ものすごいいいコンビネーションが生まれたというか、垣間見えましたね、うん、垣間見えたということ、はい、でも1点を先制された、うん、あこれやばいぞとか思ってたの、はい、まあそこで何かあります、そのなんか普段あまりパスボールとか甲斐選手見たことないですけど、やっぱ甲斐も立ち上がり硬かったのと、うん、やっぱ森下をあまり知らないということだよね、うん、で森下おそらくカットボールだったと思うけど、うん、やっぱ曲がってないんだよね、うん、曲がってないし取りにくかったと思うんだけども、まあ甲斐ぐらいだったらやっぱ取らなきゃいけないよね、うん、まあそこら辺でミスが出て、はい、まあ1点を失うという形になったんだけども、はいはい、まあ2回、はい、浅村が先頭バッターで出て、はい、菊池がつないだ、うん、で1、2塁から、まあ、甲斐がセンター前にタイムリー、あのボッテボテのがさ抜けてったけども、そうでしたね、うん、まあ、抜けてったけども、昼間の人工芝と夜の人工芝って弾み方が違うんだよ、おー、なるほど、やっぱね気温が上がれば上がるほどやっぱ人工芝ってボールが弾みやすいの、そのおかげで多分抜けてったと思う。それ水分の関係とかそういったこともあるんですか、ね、気温の関係だね、うん、うん、まあそれだけ、まあおそらくねこれね自分の責任だと思ってたと思うよ、記録上は違うけど、はい、まあ俺はパスボールって書いたけどね、はい、だけどやっぱこうその責任を取り戻すという、うん、まあでも早い回に追いついてくれたっていうのはすごく大きかったよね。そうですね、もう点を取られたすぐに取るっていうのはやっぱ大事ですよね。大事だよね。で続く3回、まあ2回からはちょっと森下が落ち着いてきて、うんうん、で3回、はい、吉田の打席と坂本の走塁っていうことで、はい、うん、ちょっと説明したいけども、はい、まずね先頭のね、はい、坂本がねツーベースで出るんだ、うん、はい、そしたら吉田がどうしたかというと、はい、俺絶対引っ張ると思ったんだよねこっちの方向に、うんうんうん、こっちの方向に引っ張ると思ったんだけどさ、はいはい、こうやってね、はい、でここを進塁させようとすると思ってたんだけど流しちゃったんだよこれ、はい、でこの時にこの三塁手が、うん、三塁手が坂本を見るんだよね、はいはいはい、でも坂本がこうものすごく牽制してんの、うん、行くぞ行くぞって、うん、でこれを見てこの見る時間が長かったためにこのバッター吉田が内野安打になるんだよ、内野安打になるんだ、はい、でノーアウト 1、3塁、1、2塁になるんだけども、はい、だけどやっぱり吉田ね引っ張ってほしい、うん、これはなぜかというと、はい、鈴木が調子が悪いんだよ。そうです、次の打者ですよね、うん、次の4番がね、はい、でやっぱり坂本がサードにいて
鈴木が外野フライで1点を取る、うんうん、そしたらやっぱ仕事ができたということじゃない。なるほど。今の鈴木って仕事が全くできてない状態で苦しいと思うんだよ、うん、4番でね。はい。だからその吉田のバッティングの技術から考えたら引っ張ることなんか今日の先発のピッチャーだったら俺は絶対引っ張れたはずなんだ、うん、引っ張れたはずだと思うんだよね、はい、それはやっぱりこう引っ張る気なくヒット狙いにいってるんだ、はい、それがまあたまたま内野安打になったけど、でノーアウト1、2塁になって、うん、鈴木がバントさせるのかなっていうふうに思ったんだけど、はい、まあ強行に行ってセンターの、フライでね、うん、坂本が走り1、3塁を作ることになった、はい、まあ、結果ランナーを送るような形にはうわなったよね、まあ、鈴木はね、はい、だからまあ一応それも仕事っちゃ仕事なんだけどさ、はい、やっぱ4番っていうのがさやっぱ打点を上げたりだとか、うん、そういうことも、うん、そういうことが重要視されてる仕事だからそうですよね。だから鈴木を助けるためにもやっぱり吉田が引っ張って打線の流れ鈴木も仲間に入れて、うん、打線の流れを作ってやりたかったなっていうシーンがあったんだよね、はい、でこのあと鈴木のセンターフライで1、3塁を作ることになったんだよ、はい、でその時にはい次ですね、その時にね、はい、まあ鈴木が倒れることになってノーアウト1、2塁がワンアウト1、3塁になった、はいはい、ね、で内野ゴロは当然ねダブルプレーを向こうは取りに来てる、うん、だからサードランナーはスタートするんだ。だけど一つだけ走っちゃいけない打球があるんだよ、はい、これはピッチャーゴロ前のゲッツーが絶対取れない打球はサードランナーは走っちゃいけない。これはなぜかというと走ったらホームでアウトになって、はい、ランナーが1、2塁になっちゃうから、はあ、なるほど、はい、やっぱランナーサードにいる方が相手もプレッシャーがあるし、はい、嫌だと思うんだよね。だから走っちゃいけないところに飛んだんだたまたま、はい、唯一の、はい、唯一の打球が飛んだ。でその時に坂本は走っちゃった。そうですよね、ね、走っちゃったよ、ね、はい、走ったけど坂本の起点が効いたね。止まって、はい、止まってランダムプレーに持ち込もうとしてた。止まる、はい、止まってランダムプレーを持ち込もうとしてたんだけど、はい、相手のここでミスが起きた。はい、ピッチャーが、うん、それを見た坂本が起点を利かしてランダムプレー止まったとこからホームにヘッドスライディングして1点を返したんだけど、はい、だけど今後起きるか起きないかプレーがね起きたんだけども、うん、やっぱここら辺もやっぱ徹底してほしいよね。そうですね、走っちゃいけない本当は、まあ、ピッチャーがミスなくちゃんと補給してホームに投げていたらアウトだもんね。そうですよね、うん、だからまあこういうこともまあ的確な状況判断が重要ということ、うん、でも重要なんだけど的確な判断をミスって変更できたという坂本のセンスが、うん、まあ、光ったプレーでもあるんだけどね。うん、だからこういうことにはやっぱり気をつけてほしいなと思うよね、はい、でも1点は取れた、はい、で勝ち越した、はい、でもすっきりしないんだよ点の取り方が、うん、下位の打球もポンポンポンと抜けて、まあ、なんとなく相手の隙を生かした得点っていうような、うん、そうそう、で3回も相手のミスで点が取れた、うん、でも山田がね4回にワンストライクから、はい、ホームラン打ってくれるね、はい、村上、甲斐がつないで、はい、その前、甲斐選手の揺さぶりが、あ、そうだね、効いてますかね。ああ、そうそうそう、だから村上が、センター前ヒットで、甲斐がワンアウトからでもこうセーフティーとか構えを見せながら相手を揺さぶるんだよね。で、相手っていうのはどうするかというとやっぱ送ってきたいのかなと思うよね、うんうんうん、で、追い込まれてたんだけどもやっぱそういう気持ちがやっぱ甲斐のレフト線のヒットになったと思う、はい、なんとかしたいという、うん、やっぱここがつながってんだよね。やっぱミスをしたってこれ絶対負けないよ、なんとかしなきゃという、はい、甲斐の必殺が生んだ、まあヒットだったんだけども、はい、その後に山田がスリーランを打つという、これでなんかすっきりした手の取り方です。そうそうそう、だからミーティングでも言ってたんだけど、はい、ワンストライク後にボールで誘ったりはしないと、うん、どんどん来るよと、うん、いうようなことで話をしてたと思うんだけど、はい、まあ、2球目の同じようなストレートをスリーランを打ったと、まあ、初回から積極的に行ってたからやっぱこういうホームランにつながったかなっていうふうに思うよね、うん、で坂本7回にホームラン、はい、インサイドの厳しいボールをホームランしたと、はい、で伊藤が、まあ、フォアボールを出す、
7回に、はい、それまでフォアボール1個もなかったんだよ、森下もなかったし、はい、でもやっぱこうツーアウトからのフォアボールってやっぱりなんとなくこう嫌なんだよね。うん、そう、打たれホームラン打たれちゃったらさ2点入っちゃうしさ。そうですね、うん、で8回、はい、1点を取る場面、甲斐が盗塁、はい、ね、ツーアウトから内野安打で出て、うん、初球、うん、で今日ね初球に計4つ走ってんだけど、はい、そのうち3つが初球からいってるんだよ。初球に盗塁をしている、盗塁をしている、はい、でね、やっぱ1戦目のドミニカ戦、うん、なぜ走らなかったのかなっていうようなシーンがあったんだけども、うん、はい、まあ、今日もタイム測ってみたら 1.6 秒ぐらいかかってんだよね、うん、ピッチャーの、ピッチャーの、はい、クイックが全く使えないという、はい、だからもう初球から回も走れてもう楽勝のセーフ、うん、で今日は4回のうち3回が初球ということで、うんうんうん、早いカウントで、走れたという、はい、で走った後に山田がタイムリー、はい、これはね素晴らしい攻撃だったね。ツーアウトから、まあ、ここの1点、はい、ね、で初めてなんかこう相手の隙を見つけツーアウトからでも点にしていくという、まあ、この攻撃っていうのはすごく素晴らしかったと。ドミニカ戦でできなかったこともちゃんと修正されてたっていうポイントですよね。そう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 、だからここのホームランもそうだし、はい、ここの盗塁っていうこともそうだよね。うん、うん、で平が満を持して8回に出てきて、はい、ツーランを打たれる、うん、四球絡みのホームランということで、はい、これも反省材料として、はい、後でちょっと話したいと思うけども、はい、まあまあ先行はされたけども落ち着いて戦った、うん、まあ、日本の全体的な動きからすると、はい、やっぱり初戦よりも2戦目、うん、だからすごくバットも振れたし、うん、積極的だったし、はい、まあ、守りも良かったし、あとはやっぱちょっと走塁の走塁の面で少しもたついたところがあったけども、うん、まあまあ終わってみれば7対4、はい、でも4失点というのは俺の中ではちょっと考えられないんだけどね、日本のピッチャーの質を考えた時に。でもまあ勝つことが大切だから、はい、そうです ね、まあ、前回よりはちょっと反省点も少なくいけそうですかね。少ない、はい、ただ先制点はやっちゃいけないという、うん、ここは猛反省、うん、ということで、はい、さあでは反省をしていこうということで、はい、はい、豊かのミーティングメキシコ戦、はい、豊かのミーティングメキシコ戦の反省会ですね。はい、はい、ね、まあ3つあります、今日はね、はい、ポイントは3つ、はい、ノーアウトランナー2塁は右方向、はい、というのはこれはやっぱ、うん、まあ、先ほども話をしたけども、はい、吉田の場面で、うん、チームによってちょっと考え方が違うと思うんだよ、はい、例えばオリックスだったら吉田に頼るところって大きいと思うんだよね、はい、だから吉田がなんとかセカンドからノーアウトでも返すバッティングをしてくれっていうのか、うん、でも全日本だったらやっぱ絶対右方向に打ってランナーをとりあえず進めてくれっていうのか、うん、これはねやっぱ考え方なんだよ、うん、選手の育ち方、はい、で吉田は一人でオリックスを引っ張って出るから、だから返しに行こうとしてたんだよね、じゃなくてやっぱ次の打者鈴木の状態とかいろんなことを考えるとさ、やっぱ鈴木に楽に打ってもらうとか、うん、こう打線をつなげる流れを良くするためにはやっぱり右方向っていうのは絶対必然なんだよね。だからこれはやっぱもうこれからもっと厳しい戦いになってくると思うの。だからここら辺はやっぱ徹底してほしいということ。もうみんなが念頭に置いてということですか。もう念頭に置くどころか、はい、もうなんか肝に銘じてやってほしいということ、はい、でできなかったら、まあ、前回のミーティングの動画でもやったけど、はい、セーフティーバントだとか、ね、プッシュバントだとかそういうのを用いてもいいから、とりあえず次の塁にランナーを進めるということがすごく大切なことだよね、うん、で固定2番目固定観念を捨てる、うん、というのがこれはね、はい、メキシコがねノーアウトランナー1塁で、はい、送りバントセーフティーバントしてきたんだよね、うん、やっぱ国際試合だからかなとか思ったの。ワイルドピッチでセカンドに行ったら、はい、次は打ちに来るんだよね。普通1点取りたくてランナー1塁で送りバントしたのに、うん、ランナーセカンドノーアウトだったら、うん、普通は送ってくると思うじゃない、まあ、日本の野球の考え方とすれば日本の野球だから固定観念があるからね、はい、そういうで1点を取りにより取りやすい状況を作ろうとするじゃない、はい、そうじゃなくて打ってくるんだよ、返しに来るんだよね。もうセカンドにランナーが行ったらもう1本で返せみたいな。そう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 、はい、だからまあ例えば日本の野球であればランナーセカンドであれ
あったとしたらね、右方向っていうのを考えるんだよ、はい、だから守備位置もちょっとこう右の方に振るんだけども、はい、やっぱそういうことしちゃいけないということで、国際試合の時はやっぱちゃんとしたその人の打球方向っていうのが出てると思うから、そこから離れないということ、そういう固定観念を捨てるということ、やっぱ甲斐もあここで右方向打ってくるんじゃないかなじゃなくて、やっぱ常に勝負をするということね、そういうことはあんまり考えないということ。それと坂本今日2本ヒット打ったんだけど、両方ともインサイドのまっすぐなんだよ、普通打たれてるところっていうのは日本の感覚で言えば投げないんだよ、ね、単純に言えば、初球使っても初球もう一回行くぞみたいな見せて他のボールで勝負するとかね、いやそうじゃない、外国のピッチャーっていうのはその持ってる自分の力のベストピッチをやろうとしている、だからホームラン打ったのもインサイドのまっすぐ、その前に打ったツーベースもインサイドのまっすぐなんだよ、だから打ったからって来ないだろうなっていう固定観念は、そういう読みは捨てる、それがやっぱ大事だということだよね、はい、で3つ目で無駄な四球を避ける、はい、まあこれはまあ通常でもまあ、普通に言われるよね、なんですけど、うん、特にね、はい、このメキシコの3番メネセス、はい、今日、うん、はい、これ3安打打ってるんだよ、はい、で 3打点上げてるんだけど、うん、まあうち1本がホームラン、はい、こういうね国際試合の中では普通のレギュラーシーズンでもあると思うんだけど、うん、その日にやっぱ状態がいい、また日本になんかこうアジャストできてるバッターって必ず出てくるんだ、うんうん、はい、そのバッターの前に無駄な四球特にを与えないということと、やっぱこういうバッターを作らないようにすると言っても合うんだから打たれる、打たれるんだったら避けるという、やっぱ そういう戦法を取ってほしい、うん、これ3番バッター4番バッターのゴンザレス注目していた、注目でも、ね、ゴンザレスはやっぱ年ちょっと注目しなくていい、全然あの不審でしたね、不審、ダブルプレー2つに三振2つという、はい、全く振らなかったの、うん、だからまあここを避けて、ね、当たってないバッターと勝負するとか、うん、やっぱ冷静判断が必要だよね、はい、だからそういう意味では、まあ、そういう時にピッチャー交代もあるだろうし、うん、あのフォアボールを出しておいて、そこはね有効なフォアボールを出しておいて、うん、4番と勝負するとか、はい、だから当たってるバッターの前にもう極力、まあ、出そうと思って出してるわけじゃないんだろうけども、はい、やっぱこういう四球っていうのがやっぱツーランになったりとかするから、だからやっぱり気をつけてほしいなと思うね、はいはい、まあ、ポイントはピッチャーはフォアボールですね、ピッチャーはフォアボール、はい、と立ち上がり、立ち上がり、うん、立ち上がり、どうしてもやっぱりピッチャーってさ硬くなるよね、うん、まあ、野手は毎日出てて、毎日っていつも出てて、まあ硬さはどんどん取れてくると思うけども、やっぱりピッチャーっていうのはその1球投げる1回が終わる、そこまではやっぱ硬いよ、だそこをなんとかねしのぐかっていうことがすごく大切だなと思う、まあ、しかもこういったオリンピックの国際試合っていうのが、うん、もう一戦一戦ピッチャーにとっては初の舞台になるっていうこともありますよ ね、まあでも栗林が抑えたけども、はい、うん、やっぱり1戦目よりも全然落ち着いてたし、うんうんうん、やっぱ徐々にこう後ろのピッチャーは慣れてきてるかなと、そうですね、でまた決勝ラウンドに入った時にまた初めて投げるピッチャー、うん、まあ誰が来る、今日マー君だと思ったんだけど森下来たし ね、 そうでしたね、だからマー君が次行くのかなと思うと、うん、やっぱマークも多少硬くなるだろうしね、うん、まあ、立ち上がりだけやっぱちょっと気をつけてほしいなと思った、はい、うん、まあまあよくはなってきてるけど、はい、やっぱ細かいことを言えば、まあ、こういうことかなっていうふうに思いました、はい、はい、でも2戦目は1戦目よりはこう見ていて楽に見れた試合でしたかね、まあ、1点先取された時はどうするかどうしようかなと思ったけども、ね、言葉がなくなりましたが、うん、まあだけど1戦目より2戦目、うん、2戦目より3戦目って、うん、まあ、チームがねどん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 出来上がってくるといいなというふうに感じました、はい、はい、ね、また次も楽しみですね、5試合で決めよう、5試合で、はい、ね、あと3試合、はい、ね、全力で頑張ってください、はい。